どうも影やんです今日はですね他人軸ではなく自分軸で生きるということについてお話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、とね僕今の僕はですね、えー、基本的に自分軸で生きていると思います。で以前は他人軸で生きていました。 他人軸で生きるっていうのは他人の価値観の中でそれを価値やと思って生きることですね。だから、えー、そこからはですね本当のこう満足感っていうのは得られないんですね。でその本当の満足感が得られないんで、えー、その他人の他人軸というかそういうものの価値観で生きていくんでどん,どん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 その。 えー、不,不満足というか満足しない状態がずっと続く状態になるんですね。これやとねちょっとこう生きづらいかなというふうに思うんですね。で、えー、そのためにもですね、えー、自分の自分の本当の、えー、満足することをこう考えてですね、えー、自分軸で生きるようにする。自分が満足すること他人から見てどうとか、えー、他人と比較してどうじゃなくてですね、えー、自分がどうかと。 いう自分軸でで生きるっていううののが大切だと思うんですねでその満足させるためにはですねその外からのね外付けの、えー、満足やと、えー、ほとんど満足は得られないと、えー、例えばその、えー、時計、えー、高価な時計が欲しいと時計を身につけたとしてもですねそれはね一瞬の満足感なんですね。で一瞬の満足感なんでその満足は得ることはできないということですね。 それよりもね、自分の内側に取り込むもんですね、えー、心の中が満足する状態そういうものを作り出す方がいいんですね例えば食事もね、自分の中に入れますよね中に入れるんで満足するんですけどもすぐ消化されるんでその満足感いうのは長く続かないんですけどもとにかくその外側の満足で例えば車を買うとかねそういうものっていうのは結局満足感いうのは消えてしまうんです それより自分の内側に入れるっていうのは例えば経験することですね経験して満足を得られることであったり自分の成長であったりとかね。 そういうことでで満満足足すするるるとと、ね。と、え、ね、ー、自分の満足感が得られるようううになるとそういうところからですね、えー、自分軸っていうものをこう見つめ直してですね、えー、自分軸で生きるっていうのを、えー、していくといいかなというふうに思います。ということで僕はこれからもですね、えー、自分軸で生きていきますということで今日は、えー、他人軸ではなく自分軸で生きるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。